2階貴賓室の鍵が。親族は2階貴賓室へ移動。何なんだこいつは。てめえ何を企んでやがる。そう睨むほどのものでもあるまい。密室ではある。それを開けるマスターキーはまだ何本もあるではないか。律儀にマスターキー以外の固有の鍵も進呈している。気に入らねえ展開だぞ。だが展開は読めてきた。この調子で6人続いてくってわけか。はい、その通りです。2階貴賓室にて源氏の遺体を発見。マスターキー1本を回収。地下ボイラー室の鍵を発見。地下ボイラー室へ移動。地下ボイラー室にて金蔵の遺体を発見。礼拝堂の鍵を発見。礼拝堂に移動。礼拝堂にてカノンの遺体を発見。マスターキー1本を回収。1階客間の鍵を発見。以上で6名の遺体発見の再構築を終了します。補足です。金蔵の遺体の傍らで発見された養鶏封筒には礼拝堂の鍵と一緒に手紙が同封されておりました。手紙の内容はすでにご確認の通り、碑文の謎を解くよう改めて催促する内容です。ってことは、なんだよこれ。最後のカノン君のところに一番最初のシャノンちゃんの客間の鍵があったってことは、密室が6つ呪術つなぎになってるってことなのか。その通り。6つの密室が呪術つなぎになってる。それぞれを解錠する鍵はそれぞれ隣り合う密室によって閉じ込められている。つまり6つの密室が1つの巨大密室を形成し、その中に全てのマスターキーと固有鍵全てを閉じ込めてしまっているのだ。ちなみに6つの部屋の扉や窓はいずれも普通。オートロックのような鍵を使用せず施錠できるような仕掛けは存在しない。どうだよ、綺麗なもんだろ。ですからお嬢様、そのあたりに品がございます。悪い悪い、ついついバトラと遊んでると上機嫌になってしまうのでな。それでバトラー、お前の指し手はどうなんだよ。特に思いつかないんなら、わらわがヤギたちに遺体を運ばせて魔法にて全ての扉を封じるところを特別に見せてやってもいいんだぜ。好きにしろ。お前の主張する魔法説として拝聴しとく。だが俺はお前の主張とは全く異なる人間説を、お前の主張に一切干渉されることなく主張することができる。それはつまりお前のざれ事に耳を貸す必要は何もないってことさ。好きに魔法の杖でも振るって、七色の魔法で扉を閉めるところでも実演してろってんだ。隣でそのうちガマの油と万能包丁の実演も始まるぜ。ヴァルギリア、事件現場を再構築、アラを探すぜ。全員は間違いなく死亡してるのか、誰かが死んだふりしてんだな。こんなの密室でも何でもねえ。南條は全員の死亡を確認。ただし護身術の否定は悪魔の証明により不可能。つまり誰かが生きているのを南條が見逃した可能性をゼロにすることはできません。来たな、悪魔の証明か。だがそいつをぶった切る剣は存在する。なんだよあいつら、わらわをのけものにして楽しそうだな。わらわは対戦者であると。少しは構えというのに。本来チェスを対戦するのにあたり、相手とのコミュニケーションは不要です。お嬢様は指し手以外のコミュニケーションによって煙に巻いていった。それに惑わされないということはつまりこういうことなのでしょう。なぜだと納得がいかない。お嬢様はチェスを挑んでいるはずではないのですか。でもそうだ。警察未介入の現場につき、人間側からの検証は限界があります。厳密な死亡確認のため復
傷要求することを推奨します。よっしゃ、ここで叩くぜ。復傷要求だ。被害者6人は全員死亡している。お嬢様、復傷要求が出ておりますよ。おい、ぼんやりするな。復傷拒否か。ここからが戦闘開始だ。おったっとっとすまぬすまぬ、いいぞ、応じるぞ。金蔵、源氏、シャノン、カノン、ゴーダ、熊沢の6人は死亡している。何をぼんやりしてるんだか。よし、まずは一つ引き出したぞ。死んだふりって王道はまず否定されたな。もはや手加減などせぬぞ。好きなだけ来るがよ。次々斜め切りにしてくれるわ。続けて復傷要求。6つの部屋には誰も隠れていない。俺たちが認識していない人物の存在を否定してみせろ。王子、6つの部屋には誰も隠れていない。よし、これで6人だけの缶詰は確定だな。そして死んだふりもない。どうする、どうする。人間にはもはやどうしようもないであろうが、おとなしく藁は素敵な魔法で鍵を自由自在にするところをひざまずいて拝見しろよ。寝言言ってろ。さらに復傷要求だ。6人の死亡は即死である。即死？ほう、どういう意味だそれ。犠牲者の一人が瀕死の状態で部屋まで逃げ延び、内側から施錠して密室を作った後、息絶えた可能性もあるということですね。密室殺人の5点テスト。致命傷を与え、しばらく後に死ぬことを確実とした場合、犠牲者が殺人者から逃れるために部屋に保管、施錠後に死亡したなら、予期せずして密室が構成されることはあります。その可能性を否定するには、赤き真実にて6人は即死であったことを宣言する必要がありますよかろうよかろう。赤き宝刀にて切り伏せよう。6人は即死であった。即死とはつまり攻撃を受けて即座に行動不能になったという意味だ。まあ完全な意味での死亡には数秒もしくは数分をかけたかもしれない。だがいずれにせよ、自らの意思で何かの行動を取ることは完全に不可能であった。その意味において即死と断言できる。ここまでは古典の確認だ。お前との密室対決はここからだぜ。犯人は内側にいないなら外にいる。そして外からどうにかして彼らを殺したんだ何を血迷うか。密室イコール外部からの殺害は不可能であろうが、故に魔法殺人しかありえない。いいや、違うね。殺人は現に起こった、イコール密室ではないが正しいのさ。お前がどう煙に巻こうと、これは断じて密室じゃない。密室に見えるだけのまがいものだ。しかしバトラさん、室内には犠牲者しかおらず、それ以外の人物は室内には存在しておりません。そしてお嬢様の密室定義により、外部からの遠隔殺人を明確に否定されております。待ちな、遠隔殺人の定義は広大だぜ。何も、部屋の外から釣り糸を引っ張って室内の犠牲者を絞め殺したとか、そんなのばかりじゃねえ。例えばトラップだって立派な遠隔殺人だ。トラップ？ほう、それは何か。一例だろ。彼らにあらかじめ決められた部屋に入り、内側から施錠して自ら密室を作り出すように指示を出す。そして室内には彼らがそれとは知らないトラップが仕掛けられており、それによって彼らは殺された。どうだ、これなら矛盾は生じない。問題あります。現状と整合します。当方も問題ありません。お嬢様の密室定義にも抵触しません。なんだその間抜けな推理は。いずれの室内にも不審なものは発見されなかったぞ。そのトラップはどのような形状なのか、どこに隠してあって
どう作動したというのか。それを6人分、客間、客室、機械室、貴賓室、ボイラー室、礼拝堂の6つで説明してみせよ。どうだ、できまい。反論拒否。それを説明する必要はねえ。にもかかわらず俺の主張は揺るがない。なんだと。ベアトリッチェ、悪魔の証明ですよ。そのトラップの形状を説明できないことが、すなわちトラップ否定の理由にはなり得ない。うまい。強引ながら見事な一手です。こいつ、すっかり手慣れおって。チェック、発見できていない殺人トラップ X により、この密室殺人は成立可能だ。赤き真実にてそのチェックを切る。6人はトラップで殺されてはいない。発見できていない殺人トラップ X により、この密室殺人は成立可能だ。あれだ、犠牲者が勝手に引っかかって発動するやつとかだ。それだけじゃない、リモコンで発動するとか、タイマーで発動するとか、そういうのもろもろ全部含めたやつだ。仕掛け人が直接関与することなしに殺人を遂行できる全ての仕掛けという定義でよろしいかと思いますよ。どうだ、切り返したぞ。人間にこの密室が破れてたまるか。お前も勝つために必死だな。どういう意味だ。お前は自分の存在を俺に認めさせようと必死に戦ってる。今まで俺は一方的にお前にいじられてるだけだと思ってた。しかし実際は違った。お前もまた俺の切り返しに必死に抗い、自分の存在を示そうと戦っている。俺はよ、今ようやく実感してるぜ。俺とお前の対等な戦いなんだ。さて、面白くなってきたぜ。6人は密室で死に、無害者は中に誰もいない。そして外部からはちょっかいは一切出せず、トラップもないと。これまでの俺だったら、これはもう魔法の仕業しかありえねえだろうと思うだろうよ。このタイミングでお前におかしな魔法を実演されたら、そりゃ屈服もしてただろうさ。これがお前の得意戦術だ。俺の指し手を全て迎撃しきり、俺が万策尽きたと膝をつく。心の防御力が弱るその瞬間に、これ見よがしのおかしな魔法を見せつけて、一気に勝負を持っていく。昔から短気な将軍で、勝ちの目が見えると焦る悪い癖は相変わらずです。お嬢様はお預けができない将軍ですから。うるさい、うるさいぞ。バトラの手番であるぞ。そなたが進めたトラップの駒はわらわが赤にて切り捨てた。次は何を繰り出すのか、存分に来るがよ。おう、トラップまで潰され、一見こいつは完全な密室犯罪に見える。だからこそここでチェス盤をひっくり返す。来た、そなたの得意技よ。何をどうひっくり返せるというのか、見せてみろ。ああ、見せてやる。いかにして密室の中の6人を外から殺すかを考えるんじゃない。ああ、ダメだダメだ、全然ダメだ。そうさ、どうやって外から殺すかじゃない、どうやって中で死んで密室にするかなんだ。そうさ、これが答えなのさ。犠牲者6人の中に犯人が含まれていたと考えれば、この密室は極めて容易に説明できる。バカな、その6人は死んだと、はっきりわらわは赤で言ったはず。死んだのは6人、犠牲者は殺された5人、もう1人は自殺だったと仮定すれば、この密室は打ち破れる。確かに、犯人が最後の密室に自ら入って施錠し、自らの命を絶てば、この連鎖密室は成立します。犯人の自殺、普通では考えられない一手ですが、考えられないから存在しないは存在しない。そしてその動機を立証する義務は彼にない。
魔女とのチェスでしか使えない実に力強い一手。まあ動機がないとは言い切れません。例えば金蔵は余命があとわずかと宣告されています。残りわずかの生を惜しまず自らの死をメッセージとしたという動機づけも不可能ではないかもしれません。お嬢様、こちらの手番ですね。死者の尊厳を踏みにじってまで犯人を生み出してくるとはな。血も涙もない男よ。死者を犯人に仕立て上げ、この非道なる一手だ。前回のゲームでお前がカノン君を陥れた一手だ。この手でお前に一矢報いることがゲームは異なるな。あの時のカノン君への手向けだ。今俺はあの時のカノン君の無念を晴らさ。ここで手を休める義理はありませんね。全員の死因が自殺でないことを確認すべきです。復讐の要求を推奨します。ああ、だが自殺なんて甘い言い方じゃ追い詰められねえぜ、ベアト。こいつで詰めだ。復讐要求、6人は全員他殺である。これは痛いです。ああ、どうしたよ。6人が殺されたんだろう。最も単純な一番最初の前提の確認でしかないぜ。復唱できねえのか。復唱を拒否する理由は特にない。ここでの復唱拒否はリザインと同じ意味だぜ。チェックメイト。6人の中に犯人がいて密室構築後に自殺を図った、以上だ。ま、待て。いや、そのゆう望み通り赤を行使するぞ。6人は誰も自殺していない。どうだ、これで満足か。切り返した。ちっ、あんた言えるじゃねえか。だがおかしい、なんであんなに狼狽してるんだ。気のせいよ。わらわも今回は必死でな。そうそう心にゆとりもないのだ。気にするでない。要求した副将が改ざんされていますよ。ごまかされないように。ダメみたいですよ、お嬢さん。そうか、6人全員他殺とは言ってない。6人全員自殺にあらずとこいつは言い換えた。ということは他殺でも自殺でもない人間が混じっているということだ。ああ、分かった。これが真相だ。6人の中に潜む犯人 X は5人を殺害後密室を構築した。そしてそこから何かの方法で逃れるか隠れるかするつもりだったんだ。ところが事故った。本人すらも想定しない理由により事故死、自ら望まない密室殺人を構築したんだ。これで決まりだぜ、ベアトリーチェ。チェックメイトだ。その程度でわらわが追い詰められると思うか。この程度でリザインを叫ぶものか。その愚かなチェックメイト、わらわの赤き砲塔にて何度でも叩き切ってくれようぞ。6人の中に事故死は、でも、もう失礼。同方、ここで作戦タイムを所望いたします。しばしのご猶予をお許しください。正当な欲求です、問題ない。ああ、強化するぜ。俺も今まで散々そいつをもらってる。今度はお前がそれを使う番だぜ。ありがとうございます。さあお嬢様、こちら。そして心の中静かに数字を100数えましょう。
あの悪